ここは千葉県の小湊鉄道。この動画では、小湊鉄道の区画商品である、五井駅の五駅間区撮影会が、開催され、それに参加してきましたので、その様子を紹介します。これを見て、少しでも小湊鉄道の、ファンが増えてくれると嬉しいです。五井駅に戻り、駅の東口そばにある、小湊待合所で受付をして、構内に徒歩で進んでいきます。この企画の内容は、構内の撮影会、構内誘致されている車両の、見学、JR 東日本より移籍してきたキハ40系の、車両撮影に、里山と六甲一往復乗車できる券などもついて、4500円というものです。これだけ聞くと、ちょっとお高いような気がしますが、里山と六甲は片道600円。その運賃は620円。往復で約2400円。車両基地の撮影会を、2100円だとしても、かなり有意義な時間でした。最初は、郡山からやってきた、キハ40系の撮影会。カミンズ社製のエンジンに、乗せ替えたタイプで、台車も既存のキハ200系とそれほど、違いが少ないもののようで、整備の合理性を重視し、もはやこれを買うしかないということで、譲り受けたのだそうです。自動車でいう、車検を受ける前の状態なので、まだお客さんを乗せて線路を、走ることはできませんが、これは楽しみです。こうした、裏話も、現場のスタッフから直接聞くことができ、参加者も20名程度と、絞られ、気軽に質問ができる雰囲気もまた、魅力的でした。キハ40の撮影会と、説明は20分ほど。その後は、蔵と呼ばれる検査工場の、中に進んでいきます。年季の入った作り、JR や大手私鉄では大きなクレーンや、トラバーサーなど、大きな建屋の中に巨大な機械が、置いてありますが、ここでは昔ながらの佇まいで、車両の日々の安全を、守っています。ここで紹介されたのが、現在ではトヨタ系の自動車メーカーとして、名高い、ダイハツが製造したディーゼルエンジンです。名称は、DMH17C 型。H ということは、8気筒。この手のエンジンでは、もう国内にほとんどないとのことで、貴重な8気筒エンジン、さらに縦置きという点も特筆すべきところです。あとは、特別なヘッドマークの展示、機関庫の北側からの車両の並びを、撮影できました。直接、こう、シリンダーに、キューって吹きつける、軽量吹きつけて、つけるんですけども、これ、余熱消失式エンジンって言って、余熱をしないと、動かないんです。あの、ディーゼル車乗っておられる方、昔乗っておられた方は分かると思うんですけど、昔の車も余熱だいぶしてからエンジンかけましたよね。あと、真冬とかってかかり悪かったですよね。それと一緒です。真冬はね、かかり悪いです。うちはね、余熱ずっとやって、15秒から20秒ぐらい余熱やって、もうそろそろエンジン温まったかなっていう時に一気にポンってエンジンかけるんですけれども、その予熱する予熱プラグも販売いたします。300円です。ぜひ買ってってください。今日ね、後ほど回します。こっちじゃなくて向こうのやつで、
今からエンジン始動します。でね、先ほどちょっと説明させていただきましたが、今エアがギリギリあるかないかっていうところなんで、ちょっとかけてみます。で、先ほど説明させていただきました DMH17 8気筒あります。プラスここがトルクコンバーター、車でいうとギアですね。はい、じゃあエンジンかけます。エアがありません。というと下でかけるんです。さっきの燃料噴射、燃料制御の蓋を開けてこのテコを動かすんですね。動かして無理やり燃料を送り込むようにします。で、燃料制御のテコを上げて今予熱している状態です。はい、で持ってるのは DMH17H 型といって、これが横向きになってます。ピストンが横に動いてます。で、いろんな専門誌とか、鉄道模型雑誌とか読むと、解説が大体書いてあって、 DMH17H 横向きになったことで整備性が良くなったとか、点検蓋が必要なくなったという文言があるんですけれども、我々みたいな小さな会社、中小施設に関して言えば、断然にこの C 型縦置きの方が整備しやすいです。蓋開けて簡単に整備できるんですね。横置きだと確かに横から整備するってことができますけれども、それって重整備になると手の届かないところがあったりとかして整備できないんです。国鉄みたいに立派な工場があればエンジン外してやるってことはできますけれども、
うちみたいな会社だとそんな設備ないんで、断然上から点検したり整備したりする方がやりやすいんです。このヘッドカバーっていうのは開けてですね、そうするとバルブがありますんで、燃料とか空気を送り込むバルブがあって、あの排気ガスを出すバルブがあるんですけども、そんなのをうちの整備士さんが3ヶ月に1回点検します。で横型の H と、縦型の C 型だと音も全然違います。これガラ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 言ってましたよね。でお隣のイスミさんに行くとカランコロンカランコロンカランコロンって言ってると思います。横型はね軽い音します。カランコロンカランコロン言います。だから同じ DH 系列でも、音も違いますし、扱い整備の扱いも全然変わってきちゃいます。というところでこれよく見ておいてください。よく見ていただいた後にですね、ちょっと営業をさせていただきたいのでお願いします。